第17回韓国商品展示商談会が4月18日東京国際フォーラムで開催されました。この展示会は韓国の食品、電子、IT、健康、美容などを日本の商社に紹介する総合展示会で、韓国貿易協会が主催しています。コリアワールドトレーディングリ・サンウ社長にお聞きしました。これはですね、韓国の優良中小企業が各地方自治体の方からですね、推薦をもらって、で集まって、104社ぐらいまとめて1年に1回、4月に東京で開催されるマッチング商談会でございます。日本の商社とか流通関係とか そのバイヤーさんですね、主に食品とか農水産物をはじめ、美容、雑貨、それから健康食品、それからまたその機械部品等々ですね、104社が出品をしております。出店業者にお聞きしました。저희는한방차를제조하는업체입니다3대째가업으로이어가면서한방차를제조하는업체입니다지금인터뷰지금이제테스트하는거죠그래서여기삼계탕을간편하게드실수있도록농축시킨농축분말을농축을스프레이드라이어를해서이제품을만들었습니다그래서아주간편하게보통2시간정도를다려야먹을수있는삼계탕을7분만에드실수있도록만드는그제품입니다티를해서만들었어요간편하게티를해서이제만든그런제품입니다네한국에서아주잘팔리고있습니다전국롯데마트에서지금판매가되고있고지금해외13개국에수출을하고있어요한국의いいものだけを輸入して日本の方にそれを紹介して販売する会社です。赤い大根で最近日本にはちょっと馴染みのないものなんですけれども結構ビタミン C がいっぱい入ってて女性の方が結構欲しがるというか食べて美味しいですよという声が多いですね。7種類ございまして、ごぼうとじゃがいもとかぼちゃ、はい、レンコン、海苔が7種類ございます。